最初で、最後作品1は、ヨーゼフ・シュトラウスが作曲したワルツ。もうこれっきりとも。ヨーゼフがこのワルツの作曲に至った経緯は、シュトラウス家にまつわるエピソードとして、特に有名である。1844年以来、ヨハン・シュトラウス1世とその息子、ヨハン・シュトラウス2世が、ウィーンのダンスホールの人気を独占していた。しかし1849年に、 ヨハン1世が死去すると、それまで親子に分散されていた仕事が、ヨハン二世に集中するようになった。ヨハン二世は、連日連夜の演奏会と作曲活動で身が持たず、しばしば再起不能かと思われるほどの重病に倒れた。1851年には過労によって、既得状態に陥ったこともあり、さらに1852年にもプラハ、ベルリン、ハンブルクへの演奏旅行から帰って、 すぐに、過労で倒れている。母、マリアアンナ・シュトレームは、長男ヨハンの体調を危惧して、工学技師として働いていた次男ヨーゼフ・シュトラウスに、代理として、シュトラウス学団を指揮させることを思いつき、兄ヨハンもこれに同調した。当初ヨーゼフは、この計画に対し猛反対したが、結局は、シュトラウス家のためと迫る母と兄の説得に折れて、 ヘルナルスの教会祭のためのワルツ、最初で最後を兄の代理で作曲し、1853年8月29日に初演した。最初で最後というその曲名からも当時のヨーゼフの境中を容易に察することができるが、しかしこのワルツが卓抜で独創的、メロディアスなリズムと新聞に評され、かえってヨーゼフへの人々の期待を高めてしまった。 8月31日付のボイヤーレステアターツァイトゥング紙によれば6回も繰り返し演奏されたといい、さらに同志は次のように続けた。ありがとうございます。